松井森生は愛知県豊橋市出身でフランスコルシカ東在住の洋画家日本人1942年豊橋にて出生武蔵野美術大学造形学部ブラエカを卒業と同時にフランス政府小学生としてフランスに渡りパリを拠点に制作活動を始めた同地ではアカデミー・ジュリアンやパリ国立美術学校に学び パブロ・ピカソとの出会いによって大きな影響を受ける。以後、サロンド名の正体、印象派発祥の画廊ギャラリー、ベルネーム・ジュイネでの古典、エール・フランスの機内デザインを手掛けるなどの活動を展開するも、様々な苦悩や葛藤の中で1985年に2年半の歳月をかけ、自らの遺作とみなした遺言と題する作品を発表。 この作品によって細かなタッチを、面相筆で大画面に重ねて描く作風を確立し、囲碁様々なバリエーションを生む。1997年に、フェッシュ美術館での古典を機に、コルシカ島に拠点を移し、囲碁地中海西部の豊かな自然をモチーフとした作品を手がける。2000年、フランス政府より、芸術文化勲章、2003年に、 レジオンドヌール勲章をフランス本国にて受賞した。2005年の愛・地球博のフランス・ドイツ共同パビリオンの寄品室にて作品が展示されたほか、2008年にはシャネル・ネクサス・ホールや長崎の大浦天主堂などの史跡で古典が開催された。2008年のスペイン・サラゴサ万博にて再度フランス公式画家に選出された。 私の西洋的視点から、彼の絵画の前でまずしなければならないことは、我々の尺度を捨て去ることです。この大きな油彩画にも、自然になすがままに我々は打ちまかされてしまおう。ボロックの絵のタイトルのように、私は、オールオーバーと言うでしょう。なぜなら、カンバス全体が埋め尽くされているからです。我々の知っている抽象表現主義の、あらゆるカテゴリーにも属しません。 それはカリグラフィーに似た筆致であるからということのみならず、その複雑な形全体が、徐々に我々の内面に侵入するように作られているからです。なすがままに、どこか我々の尺度では測り得ない、違ったところへ連れ去られてしまいます。この作品、レクイエム広島は、人物が描かれているけれども、ポロックの作品と同じ印象を抱かせ、 さらには別の世界へと連れ出し、次第に我々を飲み込んでしまいます。ポロックのオールオーバーよりずっと後に描かれたこの現代絵画が同じような効果を生み出すのは大変興味深いことです。ピエールデックス長崎県後藤市の区下島にもアトリエを構え、後藤市ふるさと大使にもなっている。いウィキメディアコモンズには松井森雄に関するカテゴリがあります。 ありがとうございます。